ラン類から GP2 シリーズに参戦します伊沢です、よろしくお願いします。まあ、正直やっぱり嬉しいと言いますか、まあ、僕はこの SRS から続くホンダのプロジェクトに、まあ、ずっと関わってきたわけですけども、まあ、まず SRS に入るきっかけというかこの目標がやっぱりホンダで戦えば、こういうチャンスが巡ってくるという思いで今までずっとやってきましたので、まあ、そのチャンスを見つかめたというのは非常に嬉しく思いました。ただこのプロジェクトの大きさであったり、その先に待っているものを考えると、ただ嬉しいだけじゃ務まらなくてやっぱりしっかりと結果にを残すことが、非常に大事なプロジェクトというふうに感じているので、もちろん、まあ、アスリートとして、自分への期待もありますしプレッシャーもありますし不安もありますけども、やっぱりこのプロジェクトを成功させたいというふうに思いました。もちろんこのプロジェクトの先にあるのは、まあ、本田さんが2015年から復帰する F1 に向けてのことだと思うんですけど、ただ GP2 で結果を残して F1 に乗るではなく F1 に乗って、今まで日本人が収めてきた成功成績以上の成績を本田さんと共に残すことが、最終的な成功かと思っています。で、まあ、自分個人で言うと、まあ、今年から GP2 参戦するわけで、まあ、正直、コースも知らないところもあれば、いろいろ学ばなきゃいけないこともあるんですが、まあ、当面の目標はまず、レースのルールとしても第一レースでしっかりと勝つっていうことが一番最初の目標になると。もうこればっかりは本当に蓋を開けてみないとどうなるか分かりません。だから多分ファンにとってもすごくこう気になるポイントであると同時に僕らコンペティターにとっても非常に気になる部分ですね。で、面白いのがですね、まあ、当然あの各メーカーやっぱりその、まあ、合同テストは別としてですね、プライベートテストはシボレーであればシボレーグループで、ホンダはホンダ勢に分かれて、まあ、いわゆるマニファクチャラーズテストとして位置づけをして走るんですが、まあ、こう面白いのはアメリカは当然オープンですから、まあ、走ろうと思えば他のメーカーのエンジンテストとかに入れるんですね。で、まあ、なんと言いましょうか、 AJ ポイント問題がですね、まあ、AJ らしいといえば AJ らしいんですが、実はまあ今いろいろなこうテストをやっていく中で、まあ、全ホンダユーザーが最初からツイッターをで全部走れるっていうそういう状態ではないんですね。当然新しいパーツで、試していって距離を乗って証明されてから次のステップに上がるって最初話した通りの、ね、ことが行われてるんですが、そうするとこう全チームに同時期にツインターボを配給することができなくて、シングルターボとツインターボと合わせて今テストをしてます。で、例えばアンドリティなんかはこう逆にその1チームの中で4台走らせられるので、逆にそのツインターボとシングルターボを両方走らせてですね、まあ、非常にこう有効なデータが取れたりしてるんですけど、まあ、AJ の本人の言葉を借りればですね、なんでそのレースで使わないものでテストして走んなきゃいけないんだと、そういうことですね、シングルターボじゃ絶対走んないって言い出したんですね。でもちろんあの排気量が違ってマルチシリンダーで全然違うエンジンだったら僕もそこ賛成なんですけど、ターボ1つか2つかってそんなに大きな問題ではなくてですね、で特に12月にツインターボに乗ったことでその多少ドライブビリティは変わるけど別にシャシーのバランスにはほとんど影響がなくてですね、まあ、もちろんあのラジエーターの、構造が変わるので、ラジエーターが後ろの構造が変わるのでスーパースピードウェイで走るとこう多分空力は影響を受けますけども、まあ、少なくともロードコースストリートコースで全く影響がない、まあ、だから大丈夫なんだというふうに、言ったんですけど説得しきれずにですね、でホンダの要するにマニファクチャーズテストになると、まあ、順番的な問題もあってシングルターボになってしまう。最初それを予定していたんだけど突然キャンセルしまして、で僕は日本で本当は他のイベントっていうか、まあ、仕事入ったんですけど、いきなりこの日テストだって呼び戻されまして、でどこ行くのかなと思ったらシボレーのマニファクチャーズテストに
か8台ぐらい走ってる中に1台だけホンダエンジンで行くっていう。でまあでもそれはツインターボが走れるというね、まあ、そういうあれなんですけど、まあ、エジェらしいといえばエジェらしいんですけど、そんな中で走ったので、まあ、逆にそのシボレゼの中にいきなり飛び込んで走った。で、まあ、タイムはあの非公開なので正直わかんないですが、まあ、当然チーム内であの手押しの時計でねあのタイム測っていて、まあトップタイムではないですけども非常にあの手応えのあるいいポジションでは走ってました。でそれはあのペンスキーもガナシも参加しているテストだったので、まあ、非常にあの信頼性の高い、ね、データになるかなと思いますね。まあ、そういう意味では現状の、まあ、多分バージョンとしては多分バージョン2ぐらいのツイッターボンエンジンだと思いますけども、それでも、かなり、いいところまで上がってきていると。まあ、これ願うとか多分バージョン5ぐらい上がって開幕してくれるといいんですけど、まあ、バージョン3の方ではあのピークパワーを上げるものが入ってくるというのも一つ聞いているので、それはもう確実だと思いますね。で当然まあシボレゼも上げてくるでしょうからどうなるかわからないんですけども、まあ、少なくとも、ツインターボにした効果も早速出てるかなというふうに感じています。